ご視聴の皆さん、いらっしゃいませ。海夏です。ドラゴンクエストシリーズ全踏破企画第19弾 DS 版のスライムモリモリドラゴンクエスト2大戦車と尻尾弾、その3回目の配信やっていきます。前回ねの終わりで捕まっているはずの妹から手紙が届きまして、ただその内容がね、語尾にもじゃがついていたりしてましたので、まあおそらく偽物かなというね、その手紙をもとにうっそうの森っていうところを今回攻略していこうかと思います。すぐにこのうっそうの森に行ってもいいんですけど、一箇所ね、こちら残り一匹いまして、でおそらく後回しにしていた戦車バトルか、あれをしなきゃいけないとこだと思うので、ちょっと先それやろうかなーと。こっちか。これはどこ？あ、間違えた。違うよ。これはここか。ここじゃない。この下か。あれ、サボテンボールがいるぞ。ちょっと待って。サボテンボール、お前回収しよう。お前が勇者を持っていった。笛の勇者だ、ピクね。僕ちゃんのデリバッカーが相手だ、ピク。逃がさない、ピク。さあ、やりましょう。てが、勇者だ、ピクね。こんなのに負けない、ピク。鋼鉄のヒットマン、リリパッカー。リリパット要素があんまないけど、後ろに隠れてる。1対4ですね。今回は楽勝かな。さあ、まっすぐぶっ放って、こちらに盾が防いでくれてるっぽいから、盾でお任せしよう。早いぞ。お、スライムナイト初だね。かなり楽勝だったね。さあ、侵入。ほい。バイバーイ。敵を排除しているうちに、あ、そうそう、これさ、こういうの持ってった方が、こう壊すの楽だったんだよね。羽が行ってきたのを回収してって。へい。あ、何に3ダメージ受けて。ベクトかなと思ったけど。これで残りの1匹、救出しましたね。これで40匹目だ。はい。助かったよ。もう体中の水分がなくなった気分。町に帰ったら水へダイブしてやる。なわけで町までよろしく頼むよ。はい。ボスにお仕置きされちゃう、ピグー。こいつらのボスは、スライバーかな。手紙、あ、そういえば見てなかったね。エビル。尻尾弾ども俺様の手下にするのには失敗したが、それはまた次の楽しみにとっておくか。ひゃははお、ミサイルの作り方。メタリア。よう元気に走り回ってるか？俺なんか走りっぱなしだぜ。閉じ込められてたから走るのが楽しくて楽しくて。ってブーメランだ。しばらく宝箱に入れられてたからお肌がカサカサで大変よ。とりあえず今から超ゴージャス風呂に入って潤いを取り戻すわ。最後になったけど助けてくれてありがとう、小さな王子様。ハートついてるけど。お、鉄球ですね。はい。君が助けてくれたおかげでやっと水の中に戻れます。君も今度入りにおいでよ。冷たくて気持ちいいよ。まさら木の矢。せめて鉄の矢が欲しかった。帰れないよね。ワープして帰りたいんだけど。で、オートカットを通って、サラフナ古墳コンプリートで鋼の剣、鋼の剣、どっちかな。40匹になったね。あ、でも40スラトンの鉄器はなかったっぽいね。あ、ミサイル。あ、24。あ、でも木の実が足りてないね。ちょっとデッキ見直しておこうかな。一応一旦おすすめにしてみて。なめている？あ、鉄の絵は入ってないね。あと、コンボも入ってないね、もう。鋼の剣とかが手に入ったからか。あと、鉄球も手に入ったしね、今ね。26。強い。
タイムナイトも抜かれてるな。これで OK でーす。あ、まあなんか増えたかな。増えてないか。増えてないね。じゃあ、ウッソーの森に行こうかな。他にね、こっちとかまだ残ってるんだけど、あの今はまだできない、壊せないところの先にいるはずだから。あ、では、ウッソーの森。初回攻略。早速イベント。もじゃ、俺の手紙に引っかかったもじゃよ。私に任せるもじゃ、やっつけろもじゃ。まんまとリーダーの偽手紙に引っかかったうさね。でも、あんたの妹は本当にリーダーが預かってるうさ。あ、本当にいるんだ。おいらたち特盛戦隊がお前を絶対捕まえるき。ハートをぶつけてこい。それが青春ダスコ。モグイラ。何にしても普通にバトルするだけじゃつまんないうさね。この先の森で私たちとそれぞれバトルするうさよ。まとめてかかってこいよ。私たち3匹をみんな倒せたらリーダーに合わせてあげるうさ。戦う順番はあんたに決めさせてあげるうさ。じゃあこの先で待ってるうさ。後で会いましょううさ。まとめてかかってきた方が勝率が上がる気がするんだ。なんかあるかな。一番最初のエリアにもうすでにボスエリアがある。お、早速仲間がいる。キング女王。女王スラリンはすごいじょ。オイラもスラリン習うじょ。くもり戦隊のキーマってやつ、やつが使ってくるお化け弾丸には気をつけろよ。聖なる力が宿ったアイテムでないと撃ち落とせないからな。お、聖水の出番か。お、2段目が追加されましたね。あ、なるほど。ここのマップってあのボスエリアとそのザコエリアしかないんだな。まあ、とりあえず下から順番にやろうか。体で戦うスラリンの姿に猛烈に感動したじょ。オイラも次は捕まらないようにレベルを上げるじょ。鋼の剣がスラゴラン。普通のアイテムでは都合よくね聖水を用意できるかというとそうでもないだろうからな。さあ、アルミナ。曇り戦隊のアイドル、アルミナちゃんうさよ。倒せれば仲間を一匹返してあげるうさ。メスだからって手加減したら痛い目に遭ううさよ。ブルはワクワクするうさ。大暴れするうさ。さあ、相手は。あ、4対4だね。うさんだ。木に人参が刺さって。一撃一角うさんだ。強そう。名前は。もう1000トンが落ちると。一緒が。あ、何も運んできてない。おーい。何気に結構激しいぞ。敵が来た。手裏剣が飛び回った。上に結構飛ばしてくる。そして炎。炎を燃やしてやる。下も。なんか、スタゾーが飛んでいってんだけど。何をやっているんだ、あいつは。お、それ盾を飛ばしたから、下はもうしばらくダメージ受けそうにない。何気に相手、結構体力高いんだ。ミサイルでは任せよう、スラゾーン。ケイ3つ持って。あと火炎瓶的なものを投げたいんだけど。あ、相手のがない。一角逆転狙うって言ってる。変だ。まとめて吹っ飛ばせー。でも立ってではちょうど当たってくれる。ちょうど防いでくれたぞ。ナイスだったね、今。ほいほい。オリハルコン当たってほしいね。あれ、スライムナイト入ってたっけ。あ、敵が入ってくる。あれ、どこ行った。なあ、いたいたいた。回収したかったんだけど。お前を弾にして打ち出してやろうじゃないか。あれ、あ、時間経たすと、あ、壊したね。ナイスナイス。あとはエンジン壊すだけ。ほい。で、当たってしまったのが。あ、で、あの、1000トンのやつって、動き遅いんだな。今知ったけど。と思っていこう。押そうかなと思ったけど。ね、オッケー。
鋼の剣だ。ヨユさんね、気に入っちゃったよさ。バトルしに来てほしいさ。約束さよ。仲間は返してあげるさ。またねーさ。はーい、ということで、ござる。いないでござるか。心細いでござるよ。うむ、そこにいるのはスライムでござるか。助けてほしいでござるよ。箱の中は暗くて嫌でござるよ。こうでござる。拙者はすっとび長さんのスラマルでござるよ。前作でも出てきたね。こっからは一匹で帰れるでござる。ありがとうでござるよ。じゃあこれあれか、そのすっとび調査団3匹いるはずだら、その3体はここにいるのかな。助けてくれたお礼に拙者の秘密を教えてあげるでござる。実は拙者、暗いところが苦手でござる。最重要機密でござる。みんなには内緒でござるよ。お、薬草だ。こう作れるんだね。清水と木の実か。次は、あ、キーマだね。共に戦隊のキーマ様だき。おいらよりチビのくせに勇者って呼ばれてるキーね。生意気だき。かっこよすぎ。あ、こいつが清水がないとっていうやつだね。おい、対戦車は一筋縄ではいかないキーよ。重対戦車。砲隊員。重体。重い体かな。頑張ろう。撮影はちょっと下に飛ばしとこう。おー、ちょい。飛ばしとこうって言って。お、敵が上から来ているね。あ、なんかめっちゃ食らってる。あ、お化け爆弾。ちょっともう聖水がない。送り返せ。で落ちてるかな、どっかに。結構早いぞ。ダメージ7ある。15、結構でかいな。すごい生成がないから結構ダメージ食らってしまうな。その分向こう守りが手薄なのか、ダメージは結構でかいな。これを持って、定水もそんなに数確か持ってないはずだからな、そんなすごい出てこないよね。固形爆弾が消えた。あ、燃える生水、燃える水か。あれでも消せるんかな。今ちょうど出してたけど、確か間に合わないな。上間に合わないね。間に合えば出したかったけど。生成来て、生成。はい。攻撃されちゃうかも。あ、お化け貫通した。侵入したぞ。ダメージを受け切る前に。で、外れじゃん。いやらしい設計をされている。あの、お化け爆弾のせいで結構な108まで減った。まあ、とりあえず無事、勝ててよかったね。あ、そして、その、お化け爆弾だ。勇者のあだ名は伊達じゃないき。あだ名なのかな。でもリーダーはオイラなんかよりずっとずっと強いき。ヘラヘラ笑ってられるのも今のうちだけだき。あれ、暗闇にて光を待つ救いの手を賜りたい。それがし不甲斐なくも敵の手に落ち申した。今一度活躍の場を賜りたい。お願いいたす。インドのでござったか。かたじけない。それがしすっとび調査団のスラカゲと申す。こたびのご恩決して忘れません。ではごめんないでござる。その役に立てるよう一から修行をやり直すでござる。奇跡の剣だ。回復効果でもある。与えたダメージによってみたいな。まあ、とりあえずこいつね、行きましょうか。モグイラ。俺は徳森戦隊の一匹、モゲイラ、モゲイラだった。モゲイラだすこ。小僧、お前は青春してるすこ。熱い魂を燃やしているすこ。燃え上がれ、立ち上がれ。熱い思いをぶつけるすこ。上の勇者、魂の叫びを聞けーすこ。最後のすこは何かのか。森林の破壊王、人命。今回も頑張ろう。迎撃だー。ただめちゃくちゃいっぱい飛ばしてくるね。迎撃できないや。ほい。オッケー、ブーメランが役に立った。ミサイルだね。ではね、ありがたい。めっちゃ飛ばしてくるから、ちょっと上をガードしたいね。この間に下を投げまくって攻撃しよう。こっち結構削られてるなー。上からの攻撃がちょっと痛いよね。お、鉄球。ほい、ほい。燃える炎。燃
燃やしてくれるわ。当たってくれるといいんけどね。スライムナイト。お、でもこっち結構一気にダメージ。あ、割れてしまったー。敵が来る。あ、何気にダメージ当たってない。他に頑張ってもらって、あ、なんかスラリンは敵陣突っ込んで弾数減らした方がいいのかもしれんな。そうもらった。しかし、すがすがしいスコ。しかし、これで尻尾団が負けたわけではないスコ。つい約束だ。これが青春だスコ。一人で盛り上がって。ヘルプヘルプ、マロでおじゃる。どこに誰かいるでおじゃるね。マロはここでおじゃるよ。マロもいたね。スナリン殿、サンキューでおじゃるよ。でもらうでおじゃるよ。リミしつつ。それで逃げていくのか。マミー、マイベストフレンドスラリン殿へ助けてくれてサンキューでおじゃる。そんなスラリン殿にレシピをプレゼントするでおじゃるよ。何もなかった。悲しい。あれ、ここ戦車バトルだ。デッキを整えてこよう。錬金錬金錬金で何か作れるものあるかな。18か。なるほど。あ、で奇跡の剣30、結構強いぞ。一旦デッキをバラしてくるか。素材が足りない。外す。このデッキに入ってるものも素材として使わせてくれりゃいいんだけど、ダメなのかな。で待って、でもそうだな、重り減らしたいからな。結構今重りいっぱい入ってるから、重りを減らす目的でも盾はもうちょっと欲しいよね。あ、どうしよう。盾何個いるかな。4つは多いか。でも4つくらいあってもいい気がするよな。よし、あと2個作って合計4個にしよう。で奇跡の剣1個作っとこうか。あ、でも鋼の剣が0になっちゃうんだね。これはちょっとさすがにもったいなさすぎるな。の矢を1個作ろうか。あとミサイルは作れない。あと木の実が足りないか。手裏剣作る。でもキメラの翼どうしようか。とりあえず僕鋼の剣が結構使うんだな。奇跡の剣でも作るの。まず一旦おすすめにして、3つあるから、それちょっと9は抜こうかな。ピーンってなってさ、動きが止められるのがちょっと邪魔くさいから。で代わりに、生成もう一個入れて、 あとブーメラン入ってないね。なんでなんでなんで。あ、盾も余ってんな。2個で十分ということか。ちょっとブーメラン入れときたいな。ブーメランと盾の22でいいか。4つ作ったけど。大砲に言うと戦車の HP が30も回復するお得な薬草。あ、なるほどね。常薬草は、大砲入れるだけで回復してくれるのか。それはありがたい、ね。で、スライムナイトをゲットした状態で敵戦車に突っ込めば結構楽に倒せるんじゃなかろうか。HP は増やせれるかな。お金で、秘伝、スライム1いるのか。秘伝で、メインの武器で、それはちょっと痛いな。いくら HP 上がるとはいえ。メインの弾だしな。ナイトは1匹しか今いないし、剣1、手裏剣2、手裏剣2は別に痛くないけど、鋼の剣1はちょっとな、もったいない気がする。セーブしてから、ボス戦行こうか。さあ、では妹を助けに行きましょう。まさか俺の部下をみんな倒したもじゃか。もじゃじゃ、怖くないもじゃよ。俺はあの黒い死神スライバに勝ったオスもじゃよ。あ、そうなんだ、すごいね。ふっ、
黒い死神か。大げさなあだ名だな。スライバーが来たか。もじゃじゃ、その通りもじゃ。大したことなかったもじゃよ。今喋ったのは一体誰もじゃか。お前はスライ。これはお前に会うのは初めてなんだがな。笛の勇者と黒い死神が揃うなんて。俺、用事を思い出す。仮に俺が相手になってやる。錬金山での借りは返させてもらうぞ。さあ、向こうは、もともとは、スライマーのものじゃないよね。あれからさらに強くなったな。わかるぞ、お前の秘めた力が。始めようか。俺を楽しませてみせろ。もし頑張ろう。SP はこっちが勝っている。いきなりオリハルコンと打っても当たらない。あ、でも、勝負だったら当たったかもしれんな。あ、向こうも攻撃してきたぞ。あ、迎撃されるね。オリハルコンまで迎撃された。これやって、これやって。スライムナイト来ないかな。防御しないとやばいじゃん。鋼の剣が3つ飛びたい。ちょ、上に飛ばしとくべきだったな。あ、ちょっと待って、スライムナイトよこせ、スライムナイト。スライムナイトよこせ。エリスルグールの中まで入ってくるとはな。あ、そっか、これ入れないのか。迎撃できる？一緒に行こうぜ。スライムナイト。出たー切り裂いてしまった。スライムナイトが、似たようなダメージ値だけど。こっちはちょっと押し負けているな。ヒット。で、縦を下に飛ばした。回復。向こうが削れなくなってるな。押し負けている。なんとか乗り込めねえかな。何に迎撃された今。ダメージは増えてきたけどね、相手側。結構ダメージが重んだぞ、今の。過ぎてるね、確かにね。迎撃出して。あ、縦。上から、上に鋼を出して。かなりまずいよ。とりあえず上だな。上に、下があるから、上にちょっと弾を集中させよう。危ねえ、リハルコン。あと4なんだけどな。ところ。ちょっと待って。あ、迎撃されたのか、最後の最後で。うわ、惜しい。縦を、下に。ここま、侵入できるかな侵入成功。はい。今のうちに行くぞ。復活する前に。オッケーいやー、危なかった。いやー、厳しい戦いでしたね。お、オリハルコン2個目だ。一度ならず、二度までも俺を退けるとはな。お前は一体何者だ、笛の勇者よ。お腹減ったよ、暗いよ、誰か助けてよ。とのスラミですね。恨み、ね、じゃない。恨みでも、つみでも、サラミでもない。スラミ、お腹ペコペコだよ。うちに帰ろう。トラバサミ、新しい。時計だ。お、イベントですね。お兄ちゃん、パパとママも助けてあげたいね。家族でピクニックに行きたいな。ママの作ったお弁当を持って。お兄ちゃん、パパたちはどこにいるのかな？パパやママに会いたいよ。わからないことがあったなら、いつでも僕らを呼んでみて。飛び調査団かな？どこかで事件があったなら、どこかで僕らは駆けつける。このスライムたち、お兄ちゃんの知り合い？拙者の名はスラマルでござる。それがしスラカゲと申す。マロネームイズトミー。遠い国からやってきたでおじゃる。我らすっとび調査団、ただいま参上。拙者たちはスラリン殿に命を救われたでござる。何か困ったことがあるなら力になるでござるよ。これぞすっとび忍法恩返しの術でござる。何か困ったことが起きてないでおじゃるか。じゃあスラミたちのパパとママが今どこにいるのか調べてきてほしいわ。お願い。お安い御用でござるよ。では早速行ってくるでござる。変わったスライムたちだけど大丈夫かな。
まあきっと腕は確かでしょう。でさっきの虎バサミをちょっと見に行こう。鋼のブーメランか刃のブーメランかわかんないけど、黒いブーメラン強かったね。虎バサミはこれだ。説明。地面に置くと近づいてきた相手をパックン、トゲトゲがとても痛そう。いらなくない？いい気がするなぁ。で、弾を抜くで、どれを抜こうかなぁ。聖水はなんだかんだ、使い道があるみたいだから、手裏剣を抜いて、でここにオリハルコン入れよう。これでいいかなぁ。仲間、誰かいる？いない。誰も仲間になってくれないな。あれかな、銃離してないからとか関係あるかな。これは通信体制の人だ。ちょっと全員に話しかけてみるか。あ、そういえば妹から手紙来てるよね。お兄ちゃん助けてくれてありがとう。箱の中に入れられてた間に何も食べてなかったんだ。でもお家に帰ってこれたからいっぱい食べられるね。女神像。スライムナイトが2個いる。スライムナイフと取ってこないとだな。コダンの連中もマガチンに運べるからどんどん運べよう。だってちゃ追いかけられて怖えな。あの状態で追っかけてくるとか。カンバスいらない、高すぎだろ。これでね、戦闘中に戦車にか行ってくれる人が増えたらいいんだけど、46匹仲間にして、あの戦闘に出せるのが5人かしかいないっていうのはちょっとね、悲しいぞ。あんなところで、あ、行けるんだここ。行けたんだな。あ、でも何かがあるわけじゃないのか。ちょっと城の方も見てみようか。あと中かな。あ、これで全員に一応話しかけたから、もう一回シドのところに行って、仲間を変更できるか見ていこうよ。仲間、サード増えてない。マジか、全然いないな。ただいま戻ったでござる。早いね。スラリン殿たちのパパたちは切り立った崖にいるでござる。とても高い崖でござるよ。地獄につながる門があるとか、いろんな噂がある場所でござるよ。危険な匂いがプンプンでござる。十分気をつけていくでござるよ。では拙者たちはこれにてごめんでござるよ。マロたちはスーランキャッスルの中庭の穴にいるでおじゃる。いつでもカモンでおじゃるよ。待っているでおじゃるよ。というわけで、まずはちょっと一旦錬金山の方に行って、ちょっとスライムナイトをね。朝が当たった。あ、そっか、こっち、スライムナイトがここではいないのか。間違えた。はい。お金稼ぎつつ、この先の、スライムナイト確かいたと思うんだけど。まずこの袋を持ち帰ろう。あとお前。復活してるんだったな。間違えたー。帰ろう。何するずらー。いい。女神像作れるかな。女神像。効果がわからんけどね。行ってみよう。でも攻撃力7って書いてある。さあ一体、どんな効果だ。なんか攻撃というか補助系の効果ありそうだよね。おはようございます。寝坊気味なので挨拶だけで失礼します。はい、ビッグパパさん、いらっしゃいませ。準備があるのかな？行ってらっしゃい。で、女神像、これだね。効果は。聖なる力を秘めた美しい像。錬金で使うと何かいいものができるかも。あ、錬金の素材なの。これからさらに何かになるのか。
なるほど。じゃあこれはこのまま置いとこうか。あー奇跡か。剣。さあ、あーそれはできるね。安くない？もう60万上がった。いいね。コスパ最強じゃない？地球はそんなすぐ手に入らないしな。今すぐできそうなのは、秘伝の HP アップかな。鉄球2個と、スライムナイト1か。スライムナイトをもう一回取ってこよう。だけど、もう一回、錬金山だ。キメラの翼にキメラの翼で当てたら、キメラの翼を回収できたりするんだろうか。キメラの翼にキメラの翼を投げてみる。まあダメか。これ一個回収だね。回収できるわ。キメラの翼で、キメラの翼面白いね。キムナイトを確保してこようか。で、この先にもう一体いるから、それも回収しようね。ついでにお金も稼ぐぜ。お金がいっぱい。これも回収するとして、これお金入ってたんだな。さっき回収しなかったけど。もったいなかったね。お金稼ぎはここがいいのかな。なんとなーく。で、キメラの翼も結構数必要だからな。回収して帰ろう。よし、帰ろう。もう9個も。あ、キメラの翼でキメラだけど、あれ2個回収したことになってんのかな。もしかして。それくらいの数だよな。こっちだこっち。HP。あれ ?100 トンが足りてない ?1000 トンか。とか、さっき使い切ってしまったのか。了解。あらあ、キメラの翼は1回の消費量が多くてな。回収。あれ ?1 個だけだ。あれはまた後で回収だな。これを回収して。ブーメランどうしようかな。で、ここに翼が一個あるのと。え？あ、乗ってしまったの。帰ろう。アイテムの中身なんかな。さっきブーメランだったけど。あ、スライムナイトが入ってる。余分に一個手に入ったね。さあ、HP を強化しましょう。これで400超えるかな。430になった。あとはまた今度だね。では、セーブをして、次のエリア攻略行きましょうか。ママの両方がいるかわからないけど、次に行く、どこだっけあれ。たがけ。切り立ったがけにパパさんたちが捕まっているでござるよーと行きましょうか。どういうとこだろう。縦に長いね、マップ。あれ、この右側は壊せないやつだね。パパ救出したら多分強化されるのかな。スライムナイト、こんなところにもいたのか。至る所にショートカットがありますね。1号目って書いてある。一体何号目まである。無限湧きっぽいな。誰だ。スラリン気をつけろ。地面から不気味な気配を感じる。そうだね、いるね。スライムナイトは背負ってっかい。剣攻撃で尻尾弾をやっつけちゃえ。他こいつを一応送っとこう。こいつを回収して、待って近いやつは、あ、間違えた。ちょっと待ってスライムと返せ。30匹送ると石像できるらしいからね。あそこにいるけど行けない。どっちから行くんだろう。反対側からか。トロッコないな。
じゃあトロッコないぞ。おっさんでーす。立つ声声でごわす。倒しても倒してもすぐに湧いて出てくるでごわす。そうだね、出てきたね。お金だー。で、一旦ちょっとこいつらを運ばないとだ。また湧くのか。ちょっと一応スライムナイト回収しといて、さあ上に行きましょう。おや、ひっくり返った。そこにいるのはもしやスラリンか。力が湧いてきたぞ。こんな箱だとルオー出れんのかい。すげえなパパ。あ、でここでようやくあのスラストライクの威力が高まるみたいだね。その声はママか。ヌースグに助けるぞ。こんな間近にいて今まで気づいた。オーシスラリン、そこから少し離れるんだ。これが奥義、スーパースラストライクだ。強い、かっこいい。すごいわパパ、とっても素敵よ。どうしたのパパ。そうよ、なので腰がやられたらしい。私ももう年なのか。この程度で情けない。スラリン、すまないが一度町に戻ろう。スラリンは腰を痛めたパパを町に連れて帰りました。悲しい。うーむ、情けない。あの程度でぎっくり腰とは。パパったらスラリンの前だからって無理するからよ。時間がかかる。それまでの間にお前はすっ飛び試練を受けてくるんだ。何なの？すっ飛び調査団を知っているかい？お城の近くに住んでいるのだが、彼らはいつもスライムの限界を超えた修行をしているんだ。その彼らから与えてもらう修行がすっ飛び試練だ。ワンでもあったね。パパもすっ飛び試練を乗り越えて強くなったのよ。すっ飛び試練を乗り越えた時、その時こそ新しい力がスーパースラストライクが使えるようになるだろう。彼らならば必ず力になってくれるはずだ。スラリン、この国を、スーラン王国を頼んだぞ。はい、では行きましょうか。気を利かせたのか、いつもいるミーホンがいないね。出しましたね。お庭の、城の庭の左の方にあるすっとび本部か。あんで、手紙。よ、スラリン、キラキラ壁はもう見たくちゃ、リフトもしないだろ。確か、錬金山でも見たことあるぜ。あったね。お、鉄の矢。ラズバブリー。助けてくれてありがとう。お礼に僕のコレクションあげるよ。お、ミサイル2。対すると鉄の矢になるとか、そんな感じなのかな。もしかしてミサイル1がミサイル2になるみたいだし。まずスラリンはスラン王国の横綱でーす。尊敬するでーす。おいどんも早速稽古に打ち込むでーす。ごっつんでーす。あ、ミサイル1だ。言ってたらミサイルが手に入った。スラリンが私の息子であることをとても誇りに思うぞ。勇者を操るユウさんにふさわしいオスになるんだぞ。ママとパパは昔一緒に大冒険したのよ。楽しかったわ。スラリンの冒険も素敵な思い出になるといいわね。薬草。ちょっと待って。年金、刃のブーメラン。あ、1個しか作れない。ちょっと数増やしたいな、刃のブーメランは。ただブーメランもまだもうちょっと数必要そうだね。手裏剣もなんだかんだ。もう一回錬金山行ってこようか。で、スライムナイトと一緒にこれも回収したいしね。ほい。キメラの翼も数必要そうだし。キメラの翼を回収しつつ、球も回収して。ここにもお金あるじゃんね。重いなぁ。あ、そういえば先にすっ飛び試練受けてきた方が良かったかもしれん。あ、回収されてた。まあまあいいか。この宝箱。宝箱も意外に必要だっていうのは分かったから。これも回収していこう。盾を作るのに必要だ、ね。
ここでブーメランと宝箱をまとめて回収しよう。変なとこ飛んでたな。お金。オッケーオッケーオッケー。で、これ回収して、これ回収だろ？回収して、これをまとめて回収していこう。これ、こういえば、ほら復活してる。あ、ここもお金だ。ライムナイトが。こいつは回収できないんじゃないか。で、これはもういいかな。で、外に行って、で、このエリアに1000トンがいっぱい落ちてるから、それを回収したいね。そんなにいっぱいあったかはちょっと覚えてないけど。確かいくつも落ちてたよね。あ、こっち側か。あれ、帰ってきた。あ、なんだって、なんだって。落とされたんだが。どこだっけ？爆弾岩。爆弾岩も回収しといた方がいいか？間違えた。まあ、いいか。一体どこにあるんだ？あれ、1000トンを捨てられる。お金を回収して、宝箱も回収。あ、ちょ、宝箱回収。あれ、どこだっけね？1000トンがいっぱいあった記憶があるんだけど。気のせいかな。記憶違いしてる？え、この下かな？あったあった。オッケーオッケー。はい、回収していこう。あとどっか落ちてるかな？はい、おはようございます。しおりさんいらっしゃい。大丈夫ですか？睡眠足りてますか？ちょっと稼ぎたいね。これは、戦車バトルの場所か。ここは、よう、翼回収。あったあったあった。これこれこれ。あの、銭湯もちょっと。あ、で、入り口まで帰ってきたか。睡眠足りてなく、戦いとニャンコが、あーっと越してくるね。うちも今、ノア君が、膝の上に乗ってきましたね。今日はいつもと違って、早くくれっていう感じじゃない。まだ眠いのか。膝の上で、ぼんやりしてます。こんなところかいいなぁ。他でも結構稼げたね。スライムナイト。キメラの翼が24個も。そう、甘えん坊ですね。甘えん坊だけど、ちょっとでも不機嫌になると、すぐ噛んでくるからな。で、噛まれるだけならいいんだけど、噛んだ上で抱きかかえて、後ろ足で、蹴ってくるっていう。それがとてもとても痛い。あ、入った入った。さあ、試練を受けましょうか。ようこそ、すっとび調査団本部へ、すっとび試練を受けに来たでござるね。それでござるよ。拙者、スラマルは心の部屋にいるでござるよ。拙者の試練にようこそでござるよ。ここでは拙者がお相手するでござる。では、早速試練を始めるでござるよ。このお風呂に薪を入れるでござるよ。ただし薪は自分で探し出すでござるよ。この部屋に置いてある置物たちでござるよ。はい。彼はすっとび試練に協力してくれるゲストでござるよ。指導だ。はい、もじゃよ。私が納得してお風呂から上がれば試練は終わりもじゃ。ザーリン殿、薪は心の目で探すでござるよ。レイちゃんも同じ感じなんですね。うちね、まだ虚勢が終わってなくて、もう、該当、ん？今月か。やる予定だったんですけど、まだまだぬるい。いくらになったら無駄髪しなくならね。うちのノア君。お、いい感じになってきたらしい。さあ、まだまだくべてあげよう。もうごめんなさいっていうくらい入れてやろう。なかなかやる。負けないもんだよ。勝ち負けの勝負になっている。あとは、OK、あと2つ。サクッと終わらして。今日はスーパースラストライクを覚えたら終わりましょうかね。よくぞ参られた。ここでは、それがしがお相手捕まつる。それがこの部屋の中を逃げ回るでござる。あ、またこのタイプか。それがしを捕らえられれば試練は終了。運針ナイスだなもじゃー。本物のそれがしを見つけられるでござるかな。最後の一匹
だったりするんかな。絶対に途中で捕まったりする。なんか下に溜まってるわ。これ最後の一匹だな。下に当たらないんだろうな、きっと。どこにいる？あ、消えた。どこ行った？お見事、それがしがお相手できるのはここまで。ツアリン殿の技にはそれがし、感服いたし申した。それがしの試練、これにて終了でござる。さあ、審議、タイの最後、タイ。マロが相手だね。ウェルカム、スラリン殿。ここはボディールームでおじゃるよ。マロの試練はとっておきでおじゃる。難しいでおじゃるよ。この部屋に隠れ潜むマロを見つけて、スラストライクでおじゃる。ふふふ、マロがどこに隠れているか、わかるでおじゃるかな。さあ、すっ飛びプログラム、スタートで。早く。早く。違う。あとはそこには、おー、デンジャラー。落ちるでおじゃるの。あ、結局あれだってんの。ご本、コングラチュレーション。ミラクルボーイスラリン。マロのすっ飛びプログラムは、これにてジエンドでおじゃるよ。ナイス、ありがとね。さあ、ここも終わったね、サクッと。見事だ、スラリン。よくぞ試練を乗り越えたな。パパが出てきた。今のお前ならば、切り立った崖のキラキラ壁も壊せるぞ。我が子スラリンよ、もう一度、切り立った崖へ行ってくるんだ。お前はもう一匹前だ。恐れず前に突き進め。スラリンのスラストライクがパワーアップした。スラリンは、スーパースラストライクを覚えた。というわけでね、新しく覚えたスーパーストライクで切り立った崖を改めて攻略していこうかと思います。というわけで本日はここまでですね。最後までご視聴いただいた方々ありがとうございました。コメントもありがとうございます。コメントをしてくれたビッグパパさんとしおりさんありがとうございました。よろしくお願いします。それではまた次の配信でお会いしましょう。またね。バイバーイ。はい、しおりさん、ありがとう。